どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画見ていただいてありがとうございます。最近旅行に行くことも増えて、あとね家族も増えたので Vlog をねよく撮るようになりました。今までよりもねたくさん撮るようになってきていて、あの YouTube の方でも出してるんですけども、それとは別にね、あの家の中だけで楽しむような外に出してない Vlog もたくさんあります。もちろんね写真とかも撮ってるんですけども、 Vlog というねあの動画の形でパッケージとして残しておくと、すごくねこう思い出の体験としてリッチなんですよね。なのでこう子供が物心つくまでは頑張ってね Vlog 撮っておこうかなと思うんですけれども、そんな Vlog 用のカメラとしてやっぱりこれ革新的だなっていうカメラがあるので、今日はちょっとその話をさせてください。それがこちらのインスタ360Go3 シリーズ。以前も YouTube でレビューしたんですけども、本体とカメラが分離できるっていう非常に機動力の高い面白いカメラです。そんなインスタ360Go3 の新しいモデルがね登場したので、今日はこちら紹介していこうと思います。その名もインスタ360Go3S。 見た目はほとんど3と同じなんですけど、中身がねガラッと変わったすごくねいいカメラにまた仕上がってるので、こちら詳しくお話ししていきますね。まあ、どんなカメラかっていうのはもう実機をね見てもらうのが一番早いんですけれども、はい、じゃじゃん、こちらがですね今回出たインスタ360Go3S というカメラになってます。まあ、こんな感じでパッと見は、まあ、いわゆるアクションカムですね。 GoPro とか DJI アクションシリーズとかそういったものとね似てるなと思う方もねいると思うんですけれども、まあ、最大の特徴はねこれですよね。ここの部分ねちょっと見ていてください。こんな感じでカチャッと外れて、このカメラ単体ですね、ここの部分だけを外して、撮影をすることができます。これがね本当にすごいんですよ。もちろんねこの状態でも非常にコンパクトなカメラであるっていうことは間違いないんですけれども、さらにねそこから分離をして取り外して使うことができるので、まあ、こうやってねあの体にくっつけて撮影をすることが簡単にできるんですよね。こういったね専用のアクセサリーパーツもありまして、これはねいわゆるペンダント型のデバイスですね。こんな感じで、首からね下げてあげて長さをね、調節をして、服のね、下に T シャツの中にねこうやって入れてあげます。でその状態で、これがねマグネットになっているので、こうやってねパチンと胸元にこうやってつけることができるんですよ。でここにねカメラつけておけると、これで手が両手がねフリーになるので、こう他のカメラ持ちながらね撮影をしたりとか、普通にねこう普段ね歩くような感じで撮影ができるっていう、そんなねカメラになります。他にもこういったクリップ型のアタッチメントがあって、これをね例えばあの帽子のつばに挟ん で自分が見ている視点に近い映像をこれでねずっと撮るみたいな、そういった使い方もできます。他にもボディと合わせてこんな感じでね使える、下が粘着式のね、テープになっていて、どこでもねくっつけられるこういうスタンドですね。まあ、こういったねアクセサリーがね充実しているので、本当にいろんなところでね撮影をすることができるんですね。でやっぱりねこれ使ってて気持ちいいなと思うのは、この辺のねギミック感なんですよね。全部それぞれにねマグネットが使われているので、もうパチッパチッとねくっついて、しかもねもうずれることが全くないので、撮影時の安心感もすごいんですよね。ちょっとね変わったアクションカムではあるんですけども、こういったねものづくりのこう気持ちよさというか、こう出来の良さみたいなところはすごいいいプロダクトなんですよね。こういったレンズガードもついているので、激しく使ってもね耐久性ありますし、 IPX8 の防水性能もあるので、こんな感じで水の中にね入れてもへっちゃらなんですよね。これ水深10メートルまで潜れるので、水中でのね撮影、プールとかねそういったレジャーのねアクティビティでも使えると思います。この小ささのアクションカムっていうだけでもすごいんですけども、本当にねやっぱすごいなと思うのは、こうやって外してこんな感じで、こちらの本体ですね、親機の方で画面が確認できるっていうところですね。これが本当に革新的なんですよね。カメラをこんな感じで置いた状態で、そこの情報をねここからモニタリングできるっていう、まあ、こういうねウェアラブル系のカメラってどういう映像が撮れてるのかがわからないっていうのが結構ストレスに感じることもあるんですけれども、これはねこんな感じで画面をプレビューしながらこの小型のカメラをね操ることができるので、このね連携が素晴らしいなと思います。こんな感じで遠隔でね撮影する
ることもできますし、まあ、このねカメラ自体もこうやってバリアングルでねモニターがこう正面の方を向くようなね設計になっているので、まあ、こうやってね普通に持ちながら自撮りをすることもできますね。なのでまあ普通のアクションカムと比べてもかなり、ね、実用性の高いデザインになっていると思います。あとこのカメラこの小ささもねめちゃめちゃ魅力的なんですけども、個人的にすごくいいなと思うポイントは手ブレ補正がめちゃめちゃ強いっていうところですね。まあ、ちょっと映像をね見てもらえばね分かるんですけれども、これフローステートの手ブレ補正っていうね独自の手ブレ補正技術が入ってまして、もうかなりね激しく動いたりとか走ったりねしても全然手ブレしないんですね。なので子供の帽子とかペットの首輪にくっつけても全然ブレのない動画を撮ることができます。これはやっぱすごいですね。本当に小さくて軽いのでカメラをあまりね気にしたくない、旅行とかあとね子供とのね遊びとかスポーツとかペットの散歩とか幅広いシーンで使えるカメラだと思います。いわゆる GoPro みたいなアクションカムだとちょっとね大きくて重いし、 DJI のポケットシリーズみたいにジンバルカメラだとねちょっと耐久性がね怖いなっていう時がねあったりするので、このポジションはやっぱり唯一無二だと思います。でここからは、インスタ360GO3S ということで、まあ、この S がついたモデルですね、新作がどう変わったかっていうところをお話をしていくんですけれども、まあ、大きくね変わったポイントはね、まずこれですね、 4K30p の撮影が可能になりましたっていうところですね。前作は 2.7K までしかね撮ることができなかったんですけれども、そこからね内部の構造がねアップグレードされまして、なんと 4K30p がね撮れるようになりました。でこれ僕もね使ってみたんですけれども、やっぱり 4K ぐらいのね画質があると後からの編集もしやすいですし、まあ、こういうね Vlog とかって結構家のね大きなテレビで見たりするんですよ。その時にこの 4K の画質があるとよりね精細に見ることができるので、やっぱりこれは嬉しいなと思います。まあどうしてもねプロが使うんであれば 4K ぐらいのね画質っていうのはどうしても必須になってくるので、まあ、それにねこう対応してくれたのは非常に嬉しいポイントですね。使う前にちょっとだけ懸念していた熱がね溜まってしまって途中で落ちてしまうんじゃないかなっていうね問題も、僕の場合はね熱で止まるってことはありませんでした。というかねこの単体で使う時って、まあ、バッテリーがまあ30分ぐらいしかね持たないので、まあ、熱で止まるっていうよりも先にバッテリーがね切れて止まるっていうことの方が多かったですね。そして今作からメガ広角 FOV というですね撮影方法、これもね追加されまして、よりねこう歪みの少ない超広角のね動画ですね、これを撮ることができるようになりました。あとはジェスチャー操作にもね対応しました。これねこんな感じでカメラに向かって、手のひらを向けてあげるとこれで録画が始まって、でもう一回ねまた手のひらを向けてあげるとこれでね録画停止をする。写真を撮りたいときはピースサインですね、ピースマークをこんな感じで向けてあげるとタイマーがね発動してこれでね写真を撮ることができるってものですね。このカメラさっきも言った通り胸とか頭につけてねハンズフリーで使うことも多いので、こういった手を使わずにね撮影ができる機能っていうのは相性がいいんじゃないかなと思います。あと最近のトレンドとして嬉しいなと思うのはこのね、縦画面と横画面のねアスペクト比、これの自動切り替えに、ね、対応してます。こんな感じで横を向けてあげると、横画面になって、で縦にすると縦画面のフォーマットに自動で切り替わるっていうものですね。まあ、最近はねやっぱり TikTok とかインスタのリールとかそういった、ね、縦画面の動画も流行っているので、まあ、このね縦画面簡単に撮れるのはね楽だなと思います。あとこれ地味なんですけどめちゃめちゃいい機能だなというか、他のカメラにもつけてほしいなと思うね機能が追加されて、それは録画のキャンセル機能ですね。こんな感じでカチッとね録画始めてあげて、でもこのねカット使わないなというか間違えてね録画しちゃったなって時あると思うんですよ。そんな時はこの録画のボタンですね、これをこんな感じで長押しをしてあげると録画のキャンセルをすることができるんですね。でこれで先ほどね録画したデータっていうのを削除してくれるので、データの削減にも手間のね削減にもつながるので、この機能はめちゃめちゃねこう地味なんですけど気が利いてるなと思いました。で最後にね大きなね追加機能としては、これ Apple の探す機能に対応しました今回。なのでこうねちっちゃいねデバイス、やっぱりねこう懸念としてどうしてもなくしやすいんじゃないかなっていうのがねあると思います。まあそれは外でもそうですし、まあ、家の中とかでもねどこに置いたっけなっていうのがあると思うんですけれども、今回ね Apple の探す機能にこの本体がね対応してくれたことによってかなり紛失のリスクっていうのは下がったんじゃないかなと思います。結構僕もねうっかりしてることがあるので置き忘れとかね不安なんですけれども、この探す機能がついてるとめちゃめちゃ安心しますね。
あとは細かいスペックの話もしておくと、こちらねバッテリーはこのポット合わせて140分ですね、約140分使うことができて、単体だと、まあ、フル HD で38分、 4K 撮影で32分の連続撮影がすることができますね。あとねこれモデルとして2つですね、 64GB と 128GB それぞれね用意されているんですけれども、それによってね若干価格がね異なるっていう設定になってます。まあ、こういうねアクションカムって SD カードとかね入れるものも多いと思うんですけど、これは SD カードいらずで買ったらねすぐに使えるっていう、何もね別売りのアイテムなくても使えるっていうところがねいいところかなと思います。では最後に毎回ねお話ししている気になるポイントですね、これも触ってみてあればねお話をしてるんですけれども、まあ、これ使っててね、まあ、若干気になったのはやっぱり暗所の性能ですね。まあ、本体が小さいからっていうのもあると思うんですけれども、他のアクションカムに比べると若干ねこう暗所でのノイズとかダイナミックレンジの狭さですね、これはねちょっと気になりましたね。そこまで暗いところに耐性があるわけじゃないので、夜間の撮影とか暗めのね場所で撮影することが多いよっていう方はそこは気をつけた方がいいかもしれないですね。あとはね、まあ、これ実際使っててなんですけど、もうちょっとだけ本当にもうちょっとだけこちらの単体での電池のね持ちがねあるといいなと思いました。30分だとやっぱりねこうずっとつけててそろそろ電池切れちゃうんじゃないかなって不安感がねあるんですよね。でその度にこのポットにね入れて充電をしてっていうのを繰り返してるんですけれども、やっぱりどうしても本体のサイズが小さい分そこはねやっぱり避けられない宿命かなとも思いました。はい、というわけで今回は、こちらですね、インスタ360の最新作、GO3S についてお話をさせていただきました。前作もかなり完成度高いなと思ってたんですけれども、今回モデルチェンジによって本当にねこう今までの穴の部分を完全に埋めてきたというか、まあ、完成形になったと思うのが今回のモデルですね。まあ、いろんなねアクションカムありますけど、 GoPro とか DJI のねポケットがありますけど、こうやってねあの取り外しができて、この小ささで録画ができる、しかもそれをこうやって遠隔でね動画の確認ができるっていうカメラは本当に唯一無二なので、このシリーズはね本当にもっと評価されてもいいんじゃないかなと思います。こうやって胸元にくっつけて完全なハンズフリーで両手を自由にした状態で撮影ができるカメラって本当にこれぐらいなんですよね。とにかく手ぶらで撮影ができるっていうところが最高。アクションカムいろいろあって悩むと思いますけど、一番手軽にね自由に撮影をできるカメラはこれだと思います。はい、こんな感じで今回はこのカメラ紹介したんですけれども、普段からねこのチャンネルモノグラフではこういったガジェットの話とかインテリアの話ですねよくしておりますので、もしこの動画参考になりましたらぜひいいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのおうちでした。バイバーイ。